忘れもしません。1995年新日本プロレスにおいて長州 VS、安城陽次戦、うん、長州がブチ切れて安城をボコボコにして最後はサソリ固めで完膚なき、完膚なきままに倒したのは、長州が安城に天下のお使いを頼んだのに間違えてジェンガを買ってきたからですよ。これはそうやったんかそんなやっぱり名勝負なんですか。いや名勝負がボコボコにしてんこれほんま。まあ、本来反則でとも言われるもうナックルパード顔面に叩き込んで、しかもこの試合直前の記者会見で、はい、もう長州力が世界中のどんな宗教観にもそぐわないこと言うたからな。どういうことですか。あらゆる宗教を否定するような、はい、うん、どういう、いやもうこの安城っていうのに怒ってて、はい、あいつが死んだら墓にクソぶっかけてやるってどんな国のどんな考え方どんな思想どんな宗教にもこう反するほんまですね、うん、墓にクソぶっかけるまで言ったかな。すごいですね。今まで生きてきて聞いたことない、うん、だこういうことされてたんやな。なるほど。ジェンが買ってこられたらそれは墓にクソぶっかけてやるちょっとやりすぎな気がしますけど。そういう理由でそういう秘密が今明かされたわけだ。なるほど。こんな怒ることかって俺も思ってたの裏側はこういうことやったんです、ね、そうそういろいろあんねんなやっぱり。なるほど。この試合後やからな、有名な切れてないですよが生まれたのは。あ、なるほど、うん、ボコボコにしたからその試合の記者会見で、はい、アナウンサーが、はい、長州さん切れましたか、切れてないですよ今の俺のやつの方が、はい、まあ、こんなこと言ったらやらしいけど、はい、長州小力の20倍似てるから確かにほんまにクオリティ高かったですよ、ね、そうやな、すごいです、はい、いや切れてないですよっていうなんか長州小力、はいはい、この指こうね、はい、じゃあ切れてないですよほんまのこの時の長州力こうやってんってほんまに切れてないですよまあちょっと小力さんはデフォルメされてるんですかね。まあそうやな、だ本来長州小力は俺がやるべきやったのかもしれない、いろんなケースないですよ、ね、うん、似てますね確かに、うん、